はい、どうもヒログランスです。今回はね、フリーのね、チーム作ったんで紹介します。はい、じゃあ今回はね、なかなかすごいメンバーですよ。じゃあこれビエリね。はい、でこれパッと見ね、あ、ミランだなと思うでしょ。ミランかイタリアとかね、思うでしょ。実はね、はい、インテルなんですね。インテルビエリね、高いから ちょっとね、とりあえずこれやって、まあまあまあ、よかったら買おうかなーって感じがします。目あったね。かっこいいでしょ、このローダーね。ローダーと目あったね、と。はい。ロナウドね。で、これね、インテルロナウド。で、ちょっとまあこれ、もう10試合ぐらいしたんですけど、で、まあ、これ買っといた方がいいかもしれないってぐらい強いですね。はい。異次元の強さを持ってます。はい。と、マテですね。と、ベロン。私はベロンが好きなんでね、使ってるんですけど。まあ、インテルユニのね、キラが欲しかったんですけど、出てないので、代表ですね。はい。で、シモーネ、あ、シモー、違う、シメオネ、はい。シモーネって読んでしまった、これね。はい。ということで、はい、シモーネ。で、アルゼンチンじゃないですか。でも、で、まあね、今週の目標だったかな。に、新2.0出るじゃないですか。17、18の。多分、代表のマラドーナが出ると思うんですよね。流れ的に。わかんないけど。うん。だから、まあ、代表のマラドーナが出れば、この代表のベロンが上がるかもしれない。まあ、そんな感じですね。はい。チームはね、と、カンナバロね。はい。と、ベルゴミ。これもね、間違いないです。てかもうディフェンスで見せますけどね、これすごいよ、これ。なかなかエグいメンバーだよね、これ。抜かす気ないよね、本当にね。もうガチでガチ。かっこいいですよ。ゼンガのエティリーと、フィーゴね、いいよね、フィーゴ。俺、フィーゴも好きなんですよね。あ、やべ、見えちまったよ。まあ、ね、フィーゴいいですよね。で、バッジョ。ねえ、そう。後半からバッジョが出てくるって、たまらない感じがまたいい。で、しかも、これスーパーサブ持ちでし、スーパーサブ持ちなんで。そうそうそう。で、いい、スーパーサブ持ちなんで、いいんですよ、これ。ね。まあ、実はね、ビエリーもスーパーサブ持ってるんですよ、インテルの。あ、インテルじゃねえ、ミランのね。はい。ブレーメン一時期ね、そのクロス選手が入った時に値段上がりましたね。あんまりでもなんか、ボランチで、ちょっと今左、の方に置いておいて、なんかあんまり強くなかったかな。うん。わかんない。使いこなせてないのかな。マテラッツのスルベストルね。これ数値下げですよ、いわゆるね。何がいいかっていうとね、全部金なのよ。登録した時のね。あれがね、いいよ、それ。結局もうゴールとかね、言うもんだったけど、やっぱりね、このゲームはね、好きな選手を使いましょうって話なんですよ。ビエリ買った方がいいかな。すげえ迷うな。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。